今回のミリチャンネルのゲストは、戦艦機から第二次世界大戦の初期にかけての労農赤軍の主力戦闘機、イ・ジエゴさんです。うらぁ、あいきなりかよ。とりあえずほっといてですね。それでは最初にイ・ジエゴさんのお生まれになった経緯についてお話しいただけますか？うん、なんかそのごめん。いえいえ、いつものことなんで。原型は1932年に開発が始められた TSKB3 で、1933年に初飛行しました。最高速度はやや低かったですが、旋回性能は第1級で、部隊配備は1934年末から開始されたのです。それでは次にイ・ジエゴさんの各方の特徴についてお話しいただけますか？まずはイ・15ですね。私の大きな特徴となっているのがその翼型で、上翼は左右が分割して胴体に取り付けられたガル翼で、前方視界が大きく取られていたのです。また下翼は半翼とまではいかないものの、上翼よりかなり小さく、翼間支柱も I 字型で洗練されていました。降着装置は固定脚となっていますね。当時の戦闘機として標準的な性能で、軽快でドッグファイトに慣れたパイロットたちに支持されていたようです。搭載される発動機は種別オフ M25、 これはアメリカのライト R1820F3 サイクロンエンジンをライセンス生産した空冷給気筒星型エンジンで、初期は R1820 と同一のものだったのですが、後にメートル法に合わせて設計が変更されています。出力は高度 2300m で700馬力で、最高速度は 360km、 3000m となっていますね。武装は S1KS 7.62mm 機銃2丁ですね。それでは次に1937年から改良型のイ・15ビスですね。改良点は主翼上翼を通常のパラソル型としたこと、エンジン出力を750馬力に強化、武装も 7.62mm 機銃4丁に加え、爆装は爆弾も 10kg2 発または RS82 ロケット弾6発となっています。これで戦闘爆撃機としても運用できるようになったわけですね。その通りです。服用機ならではの運動性を生かして対地攻撃にも使われました。そしてさらなる発展型の E153 につながります。1000馬力の空冷式の M25V エンジンに換装した E15 テルが1938年秋に初飛行し、量産型は改良を加えた62、一部は1100馬力の M63 エンジンに換装されました。空気抵抗減少のための引き込み脚を採用、当時としては強力な1000馬力級のエンジンを搭載し、 E16 タイプ5以降のようにカウリングに開けた穴から排気していました。上翼は E15 ビスでは普通の服用機のように変更されていたのですが、初期の E15 のようにチャイカ、カモメという愛称のもととなったガルウィングに戻されているのです。4丁の 7.62mm S1KS 機銃は機種に搭載され、口下の2丁はエンジンのシリンダーの間を通し発砲するようになっています。その他 82mm ロケット弾 ×6 または100kg 爆弾を搭載可能ですね。防御面では操縦手背面防弾板、自動防漏タンクを標準装備しています。それでは最後にイ・ジエゴさんのご活躍についてお話しいただけますか？スペイン内戦ではソ連より共和国側に供与され、ファシスト側と戦火を交えました。ノモンハン事変では97式戦闘機
9号式戦闘機と戦火を交え、私はもっぱら E16 と組にして運用され、空戦で私が日本陸軍機の格闘戦を誘い、そこを E16 が急降下からの一撃離脱をかけて、迂闊な日本機を地祭りに上げていったのです。そうして混乱を誘った後に格闘戦に入れば、私は有利にも立ち回れたのです。1939年7月からより高性能な E153 も参戦し、日本軍の戦闘機と戦ったようですが、97式戦闘機に対しては劣勢を強いられていましたね。それでも客を出したまま飛行して E15 のふりをし、油断して襲いかかった日本陸軍機を返り討ちにすることもあったようです。1939年に始まったフィンランドとの冬戦争では、E16 と共にソ連の主力機でした。後に独ソ戦で捕獲された E153 はフィンランドに送られ、フィンランド軍機として継続戦争でソ連と戦ったのです。E153 の多くは戦闘機としての運用の他に爆弾やロケット弾を搭載して、シュトゥルモビーク、対地攻撃機としても運用され、ソ連では E153 を操る撃墜王も何人も誕生したのです。しかし、どのような任務であれ、E153 は1941年の時点ですでにどうしようもないほど旧式化していたのです。戦闘機部隊ではその後、E153 や E16 に代わり、約1やラグ3を使用するようになり、シュトゥルモビーク部隊でも IL-2 などが使用されるようになったのです。 E153 はモスクワの第一工場で最終的に3437機が生産され、究極の複用戦闘機の名に恥じない優秀な機体であったのですが、時すでに複用戦闘機の時代は去っていたのです。今回のゲストは、長期間にわたりソ連労働赤軍航空隊の主力機を務めた E15 さんでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価ボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。